你有的，对，有那么就是一个。皆さん、こんにちは。今日こうやって皆さんの前で皆さんと一緒に練習させていただくことを本当に嬉しく思います。Wir machen heute eine Trainingseinheit, so wie sie bei uns. 今日皆さんとやる練習は普段僕たちが SC ケルンでやっているような練習をしますので、僕たちも皆さんがこうやってどういう練習になるのかっていうのを本当に楽しみにしています。今日のテーマとなるのが、ボールをもらう前に首を振って周りの状況を見れるかっていうのを今日は重点にやっていきたいと思ってます。Come on, FC!もしここで ボール出した後にあっち出した方向に行きたい行った時にここでぶつかったりしないようにとかここに逆側からボール来るボールに足が当たらないようにとかちゃんと見ることね出した後も周りをちゃんと見続けること OK?OK!わかんなかったら全然大丈夫だ、言ってね。あ、まあ、jeder darf überall rumlaufen。jeder darf。オッケー、この4人はどこに行ってもいいんだよ。この四角形のところにどこに行ってもいいからね。ただシュートは自分の立ってるゾーンの逆側に打つっていうことだけ。オッケー。オッケー。わかったかな。オッケー、やってみよう。今彼が言うからね、色。青。1点目だけど狭すぎたよね。どうやってここにぶつかっちゃったらどうやってプレーしたらいいのかな。ちゃんと見てどこにスペースがあるのかこのフィールドの中で。このフィールド大きいよ。オランジ、トマライン。入ってな。Ich bin hier auch. Hier, ich kann mich hier wieder anbieten. あそこにスペースあるよね。Nicht da reingehen oder da lösen. あそこからここにわざわざ来る必要ないじゃん。そこにスペースあるんだから。Okay, aber versucht immer so ein bisschen diagonal zu stehen im Idealfall. スペースがあるとこは大体この後ろだよね。だからスペースがあるとこにちゃんと立って、相手側のオレンジのそこにちゃんと立ってね。それがベスト。Okay. もう一回行こう。もう一回行こう。今からゲーム、ルールなしね。フリータッチ。だけど、さっきのフィールドを分けた時みたいにさ、チームでフォーメーションとかちゃんと考えて、どうやってのボールもあるのか考えてね。自分たちで。みんなが今呼吸しているのが聞こえてきて、こうやって練習の終わった後にこうやってみんなの呼吸、選手の呼吸、聞いたらやっぱりコーチとしてはね、みんな頑張ってたんだなって思う一つの印だから。で、見てて本当に楽しかったし、みんながもう楽しかったってことを祈ってます。Uns natürlich aufgefallen ist, das, was さっき練習始まる前のパスの時とかに言ってた、こうやって周りを見ることね、それって今日初めてやったことじゃないと思うし、初めて言われたことじゃないと思うんだよね。もっと前に言われたこともあると思う。それでもやっぱり皆さん、コーチの言ってること、普段言ってることを聞いて、で今日この2人が言ってくれたことも、みんなにとって将来につながるように、で今日もみんなにとって、僕たちは本当に楽しかったし、みんなにとっても楽しかったことを祈ってます。でそうだね、みんなこれからも、サッカー頑張って、で週末、今週末の試合絶対勝てることを祈ってます。Ich habe vielleicht noch einen letzten Hinweis. Ich fand, was uns wirklich positiv aufgefallen ist, was richtig gut war, ist, dass wir alle sehr konzentriert waren, sehr fokussiert, immer gut zugehört. Ja, super mitgemacht, das war wirklich gut. サッカーの中ではさ、うまくいかないときばっかり、うまくいくときばっかりじゃなくて、うまくいかないときもあるし、調子が悪い週もあるし、だけどそういう時でもみんな今日みたいに集中してたら絶対うまくなるから、ね、それ忘れないこと、うまくいく時ばっかりじゃないからね。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ダンカン・ジョー。
ありがとうございました。ありがとうございました。受ける前に向きを作ったり見ておくっていうことが大事って言っていたので、次の練習からそれをしっかり意識して、試合でも活かしていい判断が正確に早くできるようにしたいです。ちょっとずつ自分たちが勝手になんかポジションがごちゃごちゃになってしまったりしていて、その相手と被ってしまったり味方同士で被ったりしてしまっていて、でもそれがそのトレーニング後にはだいぶ改善できて、みんないいポジションを取れていい攻撃につなげれたので、その教えてもらったことをこれからも生かして頑張っていきたいです。コンビネーションのところを伝えたかったですね。であとはボールをもらう前の動作、周りを首を、振って、ボールを、もらう前に首を振るっていうことを、選手に伝えたかったことですね。Also grundsätzlich passieren in einem Training natürlich immer Fehler. Das ist ganz normal, gerade in dem Alter, aber auch. そうですね。いいところとしましては、本当に、選手たちの集中力が高かったこと。日本語で僕たちは残念ながらトレーニングはできないんですけど、通訳を挟んで、トレーニングをした中でも本当に集中力が1分も1秒も落ちなかったっていうのがことが、すごく良かったところですね。本当に上手くなりたいっていうのが目にとって見えました。選手たちに伝えたいことはもっとサッカーを楽しんでほしいということですね。さっき言った集中力が高いっていうのは本当に素晴らしいことなんですけど、たまに集中力が高すぎるあまりに真剣な顔をしすぎている時があったので、もうちょっと練習の中でそうですね、もうちょっと笑顔が見たかった、もっと出していいと思いますし、もっとサッカーを楽しんでれば上手くなると思いますので、サッカーを楽しんでいる時が一番、サッカー選手として成長する時ですので、はい、これからのサッカー人生でもっとサッカーをすること自体を楽しんでほしいと思います。Ja, ich habe ja gerade eben schon im Kreis der Spieler Ihnen was versucht mitzugeben. そうですね、選手たちにも言わせていただいたんですけど、サッカーする中でミスが起こるのは当たり前ですので、その中でいかに悪い時でも集中力を高めてやっていけるのが、これから成長するにあたって大事なことだと思っていますね。ただ選手たちは本当に高い集中力でやっていましたので、これからこの年は特にいい時も悪い時もありますので、悪い時にでも集中力高く、この意志高く続けていったら、皆さんは素晴らしい選手になることを確信しています。今回ドイツの方から3人、ユース視察、ジュニアユース視察プラス、トレーニング、昨日トレーニングしてもらってます。ぜひここでしっかりアピールして FC ケルンから声がかかるように頑張ってやってください。こうやって広島という素晴らしいところに最初に来れて本当に嬉しく思います。昨日はジュニアユースの方トレーニングをさせていただいて、でこのサンフレッチェ広島というクラブが素晴らしい仕事をしているというのを見させていただいたので、今日もこうやって皆さんの、練習を見させていただいて、どういうことをされているのかっていうのを見るのはとても楽しみです。試合と一緒やぞ。はい、やろう。はい、ゴッシュ。はい、ナイスだった。はい、ナイスだった。トン。おー、キムナイス、トン。真ん中の人使ってやんない。おー、ナイス。Ja, sehr schön gelegen. Gibt eine 本当に美しい、素晴らしい環境だと思いますね。本当に静かなところですし、周りからの騒音だったりとかもないですし、そうですよね、本当にサッカーに集中する上でもうとてもこれ以上ない環境だと思います。昨日の U13、11の選手たちを練習させていただいたんですけど、その時の感想ととても似ていて、集中力がまず高いということ、本当に今日の練習の中で1分も1秒も1人も集中力が欠けている選手っていうのを見なかったですし、向上心、本当に上手くなりたいんだっていう向上心が目にとって見れましたね。今日は見させていただき、とりあえず最初はありがとうございました。まず言えることとしては、まず強度と集中力が、皆さんの集中力がものすごい高いなというのがすごく思ったことですね。強度がものすごく高くて、プレッシャーがかけられた中でも、その中でもかわせるようなテクニックもありますし、本当に素晴らしい今日の練習だったなという感想でした。ありがとうございました。そうですね、最初の練習、パスの練習を見させてもらったときに、印象的だったのが、本当に正確なパスを出してるなっていうのがあって、あとちゃんと、そうですね、意識をしながら、ちゃんと出すところにも意識をしながらやってるなっていうのが、印象的でしたね。あと、ワークスが言ってくれたように、集中力が高いのと、強度が高いのと、
あと、皆さんの、うまくなりたいという意思がものすごく、目にとって見れました。練習見てて本当に楽しかったです。今日はこういう機会をいただいてありがとうございました。こんにちは。こんにちは。ドイツ語じゃねえ、グーテンタークって言うらしいんで、皆さん、はい、せーの、グーテンタークこんにちは。今日は、ケルンって知ってますか？はい。おー、サムチの牧野選手、今はサムチじゃないか、前牧野選手もちょっといたんですね。はい、ドイツのケルンから2人のコーチが、コーチと、で、もう一人は通訳兼コーチだけど、来てくれました。最後は、ゲームをやろうと思います。あのゲームではたくさんのゴールが見たいと思ってますので、期待しています。Seid ihr aufgeregt? みんな楽しみかな。Aufgeregt sein! Alles cool! 素晴らしいです。僕も楽しみにします。Come on! EFC! 行くぞ！サムチ！ OK、今からじゃあこの四角形の中で全員ドリブルします。で、どこに行ってもいいから、そんなに速くなくてもいいから、ゆっくりなスピードで、ただみんな違う人と他の人とぶつからないようにだけちゃんと見てね、ドリブルしましょう。今から誰がも一番点取れるかっていうのを見てみる。 OK、 ディフェンダー、カモン、クイック。おお、ナイスシュート、早く早く。おお、グッドキャッチ。おお、 OK、 アウト、ストライカー、次攻撃、フーストディフェンダー、やお、来た。Good。 OK、 いいね。そこの練習をね、すぐね、頭を使って理解して、いい感じでできていたかな。Weil mal ist Pass besser, mal ist Dribbeln besser. Wir als Trainer sehen das nur von außen. Ihr auf dem Feld müsst entscheiden. So, ピッチの上ではみんながボス、監督だから自分で決めなきゃいけない。パスかドリブルか。自信持ってる。この5対3、この小さいところで5対3でしたね。もし丸がボールを取ったら、その外に2人にいる選手に広げて、コートを広げて、ここから5対5がそのまま始まります。切り替えのところですよね。ボールを奪った方は、できるだけ早くボールを広げるってこと、呼ばれた方はそれさせないためにできるだけ早く、アタッキングするっていうところを選手たちの見てみたいところですね。今日の練習のテーマとしては切り替えっていうところを、やっていきたいと思っています。で、ボールを奪った時の切り替えと守備側を奪われた後の切り替えっていうのをテーマに、やっていこうと思います。切り替えっていうのはボールを奪われた後、奪った後も早く、リアクションしないといけないんですけど、それは自分の体の早くっていう意味だけではなくて、頭の中もう早く、切り替えしなければいけないので、それをテーマに今日はやっていきたいと思います。チェンジ、はい、Danach gehen wir wieder zurück, starten wieder im 6 gegen 2, Ballgewinn, Pass nach außen, und die Mannschaft, die den Ball verliert, versucht natürlich direkt Gegenpressing und den Ball zurückzuerobern. Wenn Kreis Ball gewonnen hat, X zurückerobern, Kreis 5 Pässe. もしここでまた広がって6対6が始まった時に、バツがボール取ったら、またこのエリアの中に戻って6対2がもう始める。で、その時は丸はもちろん2人しか入れない。OK? OK か。よかったのは、この6対2の方の6はやっぱりボール回しができてたのはよかったね。Was auch gut funktioniert ist der erste Pass nach außen. あとよかった、もう一つよかったのは、ボール奪ったら、守備が奪ったら外に広げるってこと、早く広げてたっていうのがよかった。その後はもちろん広げた後は、ここ6対6で数的同数になるから、で、フィールドも小さいし、回すのは難しいのは分かってる。 Aber versucht so schnell wie möglich dem Ball führen, und es ist meistens der an der Kopfseite, drei Anspielstationen zu geben.
もし広がった後にできること足したら、もしあっちに大体広げるときって深いところに広げるよね。深いところに入ったときに少なくとも3つはパスコースを作るように作ってあげるように意識してみよう。3つね。中は2タッチしていいんだよ。緑は2タッチしていいんだよ。はい。OK。気になったことは、今のこのちょっと長い時間、このゲームやったときに、ファール、俺一回も見なかったね。間違えて理解しないでほしいんだけど、ファールがないってことは、ちょっと甘すぎる、ボールの球際が甘すぎるんじゃない、ないかなって、正直思った。こうやってさっきも何回も言ったことだけど、守備側が、みんなでコーチングして、球際も激しく、ボールが奪わないといけないチームがもっと取りに行かないと、ボールを。ね、もちろんその怪我させるとかそういうことじゃないんだけど、もうちょっとアグレッシブにボール取りって球際もっと激しいのがもうちょっと、見たいなと思いました。はい、リガリガ、はい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 はい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 は選手も皆さんからこういうことを学んでほしいなって思います。今日はありがとうございました。気をつけ。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。選手たちもそうですけど、まあ、すごいやる気になるような、オーガナイズだったかなと思います。まあ、切り替えのところにフォーカスした、まあ、ウォーミングアップと、まあ、トレイ1というところで、そこからのゲームというところで、まあ、組み立てて行われているというところがありましたので、また参考にさせていただければなと思います。で、強度もすごい高いところありましたし、声かけであるとかというところに生かしていきたいなと思います。